聞こえていますか、この声が君のためだけに歌うよ。こんな時に僕ができることはこれぐらいさ、いつもならそばに寄り添って、くだらない笑い話もして、誰にも想像できない現実が全部奪い去ろうとしても、大丈夫だよ、根拠や具体的なもんはない、でも辛いことが永遠なんて僕は信じて、どこに